外し方、これがスパイダーガードですね。片方の足伸ばされてる時で、手は必ず、相手の裾できたらすね内側で、伸びてる方の足、相手の伸びてる方の足のもも裏に自分の膝を突き刺します。で、突き刺したら僕はかかと浮かせて後ろにちょっと体重乗せます。で、テンションかかるんで、で、反対の曲がってる方の足、上から膝で蓋します。で、頭下げてるとこの両足の蓋プレッシャー弱くなっちゃうんで、頭を起こしてちょっと後ろかかりますよね、テンション。テンションめっちゃかかるんで、すねの内側ちゃんと持って脇締めて、このまま後ろに下がります。相手のかかとが床についたら横にサイドステップして、膝曲げずに肩で落ちてます。肩まで落ちたら戻って膝、レッグドラッグポジション、枕してサイドついてパスガード。もう一回、1、膝、2、ちょっと後ろ、3、片方の膝、4、もうちょっと後ろ、脇締めて後ろ、5、次サイドステップ、6、肩落とす、7で膝を戻してレッグドラッグポジション、襟掴んで肘で蓋で、最後枕して横にスライド、相手を起こしてパスガード。反対側のアングル、膝後ろ、膝後ろ、巻き締めて後ろ、サイドステップ、肩戻ったらレイクドラッグポジション。押す。押す。よっしゃ。